こんにちは、しえんです。ということで今日は、お腹が減った。そんなわけでお腹が空いたので、コストコで買ってきた商品だけを食べていきたいと思います。時刻はお昼の12時ぐらいかな。まず食べていくのはこちら。マッシュルームスナックちゃん。見た目はこんな感じでがっつりキノコでございます。これマッシュルームじゃないの？マッシュルームって書いてあるけど、後ろに椎茸加工品って書いてあるんだけど。そう、でもなんか椎茸ではない。椎茸嫌いな私でも食べれる。今びっくりした。自分椎茸食べてる？もしかしてって思いましたね。 A B C D E F なんたらビントロデンタラオンタレロンネン。見えない。どう？うん、いいね。メキシカンサラダラッププラスで、こちらもコストコさんですか？そうです。あら、素晴らしい。というわけでメキシカンサラダラップを食べていきたいと思います。前コストコに行った時にすごい美味しかったからね、リピートという形でもう一度買わせていただきました。こちら食べてみてね、どうかな、どうかな、美味しいかなって思いましたら、ちょっとねコストコに行ってる皆さんにお聞きしたいというか、なんか人によって作ってる人によってなんか味が違ったりとか、なんか材料が違う気がするんです、私的に。でですね、この時はですね、なんだかなんかすごい硬いな、硬い何かが入ってるなって思って、なんかトマトのヘタのような硬さがしたんですね。いや、ん？ってなったんですけれども、普通のトマトがすごい硬くて、あれれってなって、なんか前食べた時よりもなんか味が違うぞって思ったんですね。でそれ以外にもですね、なんか入ってる商品が違う感じがして、もしかしたらなんかその日によって入ってるもの違うのかなっていうふうに思ったんですけれども、なんか皆さんはそう思っておりますか？コストコでよく買う人はそういうのありますか？なんかチキンとかもさ、その鶏によって味が違ったりとかするから、結構みんな見分けてるみたいなのがあるみたいなので、なんかそういうのがあるのかなって思いました。かわいいよ。そしてね、なんといっても驚いたのが、下の方を食べ進めていったらハラペーニョがめちゃめちゃ入ってて、もう3連続ぐらいにババババババって入ってて、もうそれがめちゃめちゃ辛くてびっくりしました。うん、すごい入ってる。前食べた時はね、入ってなかったと思うんだよね。だからすっごいびっくりしました。てな感じでごちそうさまです。辛い。続きまして食べるのはですね、ポンデケージョっていう冷凍のパンみたいな感じのチーズパンみたいなやつを食べてみたいと思います。電子レンジで最初に30秒ぐらいチンしてから、オーブントースターで3分ぐらいやったら出来上がりだそうなので、やっていきたいと思います。さあ、うまい。できたらこんな感じに出来上がりました。焼き色もね、いい感じにつきまして、最初ねこれね割ってね見せたかったのなんだけど、めちゃめちゃ熱すぎてで無理ひってなりまして、ちょいと時間を置いてからやりましたら、見てください、こんなねもっちり感をねこう表現できたと言いましょうか。そしてこの湯気をね見せたかったんだけど全然映らなかったです。いただきます。これはですね、3時のおやつにぴったりだし、私めっちゃ好きな味でございました。外はカリッと中はもっちりしてて、外の感じがね結構粉チーズっぽいっていうか、パルメザンチーズの味がしました。だからね、お子さんとか絶対、あーもう3時のおやつになったらこれが食べたいよってなるし、冷凍だからね日持ちもするし、レンジでちょちょいってやるだけだからめっちゃ簡単です。これもとっても美味しかった。ごちそうさまです。今の私は胃の解放を宣言する。胃の解放だって。こちらはですね、サーモンの塩辛で、私の大好きな
食べ物でございます。ですが今食べるかめちゃめちゃ悩みまして、ママと今はベーグルを一緒に半分こしましょうということになったので、サーモンの塩辛は夜ご飯の時に食べたいと思います。じゃーん、こちらが我が家の大好きベーグルちゃんでございます。味はシナモンベーグルだったかな。このねバターをたっぷりとつけまして、ちなみにこのバターもコストコで買わせていただきました。前の購入品動画で出てきたバターでございます。このバターもねめっちゃ美味しいから、もう塗るというよりかは置いてます。すごいいい音だったんですけれども、隣でお兄ちゃんが YouTube を見てるので、もう何が何だかどの音って感じですよね。ごめんなさい。コストコにはねたくさんのパンがあると思うんですけれども、もううちはねあのベーグル大好き一家なので、もうベーグルばかり買っております。そんなわけで食べるのはもうおしまいなんだけれども、エンディング後にねちょこっとだけ購入したコストコの購入品を紹介してるので、よかったらそちらも見てください。本日の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それじゃまたねー、バイバーイ。ピロン。他に買ってきたもの紹介です。ミリマの素。初めて。プルコギのタレ、初めてじゃない、初めてこちらキャンベルポタージュクラムチャウダー、美味しそう。毎日スープが飲めるってわけね。トルティーヤ、私のお家はかなりトルティーヤが好きです。前も買ったもんね、コストコじゃないけど。父さんいっぱい取れたよ、ベニハルカ。焼いただけで完成された和菓子、でもこれ自分でさやんなきゃいけないんじゃないの。ただの芋ですよね。さつまいもにするためには自分でやらんと。そうだよ。はい、あ、重い。こちら冷凍ストロベリーとエビちゃんです。ほらこんなに大きい。冷凍します。ロースしゃぶしゃぶ分けます。桜鳥胸肉だそうです。おしまい。